日本東京都千代田区大手町は、東京都千代田区の町名。現行行政地名は、大手町1丁目及び、大手町2丁目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は 100-0004。大手町の町並み中央区との区境にあたる。町名としての大手町は、地下鉄各線の大手町駅を中心とする地域であり、主に東京駅の北西部に位置している。日本経済の中心地として、南に隣接する丸の内とともに、政府系金融機関、大手銀行、総合商社、マスコミの本社などが集積する、東京屈指のオフィス街、中心業務地区である。最近は、建物の老朽化などが見られ、再開発が盛んである。以前、この地域は、皇居前ということもあり、建築基準によって建造物の回数に厳しい制限があった。しかし、現在は緩和され、東京産経ビルをはじめとした超高層ビルが建つようになった。丸の内、有楽町と合わせて、大丸 U と呼ばれ、日本最大のビジネス街を形成している。そのような特性上、昼間人口と夜間人口の差が極端であり、オフィス街のため住宅がほとんどなく住民、登録人口が12人とごくわずかである一方、昼間人口は、約72,000人となっている。東京駅日本橋口前に位置する大手町2丁目の一部は JR の線路の東側に及び日本橋川や首都高速道路を挟んで中央区の日本橋エリアと隣接している。三菱地所が東京統治と呼ばれる大規模再開発を進行中であり、2021年には大手町地区で最も高いビルである常盤橋タワーが完成した。2027年度には、この計画の目玉である、トーチタワーが完成する予定であり、大阪市のあべのハルカスをしのぐ日本一の高さの超高層ビルとなる。大手町駅は、東京メトロと都営地下鉄を含めて、日本で最多となる5路線の地下鉄が乗り入れる、地下鉄の一大拠点となっている。東京駅からも至近であり、徒歩圏内である。1925年頃の大手町平の正門の首塚この辺りは日向川の川口部分、神田山の尾根の先にあたり、柴崎村と呼ばれていた。1590年、徳川家康の入府後、日比谷入江が埋め立てられ大手前と呼ばれた。江戸時代には、姫路藩堺市、福井藩松平市、小倉藩小笠原市などの大名屋敷が連なっていた。明治維新後、武家屋敷は取り壊され、内務省、大蔵省、文部省、大蔵省印刷局などが建設され、官庁街となった。1952年、分散していた中央官庁を霞が関に集中させる都市計画が決定され、多くの敷地が民間に払い下げられた。その後、高度経済成長期におけるビルの新築ラッシュにより、官庁街は丸の内地域から続くオフィスビル街へと様変わりした。一般的に大手町は城郭の大手門の前の町を指す名称である。当地は皇居の大手門の門の前であるため名称の由来となった。2000年代以降、高度経済成長期に建設された高層ビルの多くが老朽化を迎え、超高層ビルへと建て替える再開発が立て続けに行われている。大手町合同庁舎の跡地に玉突式でビルを建て替える連鎖型都市再生プロジェクトにより、京団連会館、大手町フィナンシャルシティ、大手町プレイスなどの超高層ビルが建設された。2015年9月、三菱地所は2027年の完成を目標に、高さ390メートルの超高層ビルを常盤橋地区に建設する計画を発表した。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。このうち、気象庁と大手町合同庁舎については、2007年6月15日に開催された財務省の国有財産の有効活用に関する検討。フォローアップ有識者会議において、庁舎を移転し、跡地を売却することが提言された。内堀通り沿いにある広大な土地が売却される見通しとなった。ありがとうございます。